僕はよく遅刻してあのごまかしてもらってましたね。も <laughs> み消してもらってたえ。いうことをね,ねもうあの今起きて現場には行けるんでもう僕いることにしてくださいって言って <laughs> それどうやって解決しちゃうんですかその、ね、準備してますっていうもちろん俳優ブ入って衣装メイクを準備して現場に入ってくるんで、まあ、その間先輩がね早くレイ呼んでこいっていうね。う今向かってます さっきそこいたんですぐだと思いますとか言っていただいて <laughs>、うん、そんな甘やかしちゃだめですよ <laughs> ここ同い年なんですよ <laughs> そういうネットワークがあったっていう監督はなんかあったりします結構密に交流があったというふうにお聞きしてますそうです、ね、本当に10年経ってまさかねこういうふうな形で一緒にやることになると全然思ってなかったけど本当のみにもよく行った中というか本当にそんなにね入金メンバーが出たシーンに関しては。 細かくく演出するほどでもねなくて僕はカット割りとか配置を決めれば済むっていうのでやっぱり監督業って結構ね孤独なのでみんな好き勝手やってるように思われるかもしれないけどまあみんなのね,こうねプロデューサーとかねいろんな人のねこうわがままをね,こうねまとめる役なんです実はねだからねあのそういうので孤独なんだけど本当3人がいる時は安心してあの見てられるので。 本当ね、うん、ラストのシーンだけじゃないけど、うん、こちらがなんか涙出そうな感じのね本当に年経カッサカサだったでしょカッサカサでしょカッサカサでしたけどねもう,うまあ本当にねあのシーンもこちら撮ってる方がもちろん僕はファン第一号というかねで座って見てるので、うんでへぇそういう気持ちはありましたかね現場的にはねうんこれはまあ今出すことでもないけど、えー、なんか隆起のものを探して あんまちょっとね中は別にあの遠くて見えないと思うんだけどなんですかこれびっくりしますよねこれから見てもらうエピソードファイナルの台本ウォッチはねこれ貴重ですよね本当に20年前の台本です。これ二冊あるのは二冊に分けてるんですよね当時はやっぱりなんかネタバレが特に隆起ってすごい激しかったんですよね誰がどうなるかでですから後ろ分冊にしてテレビもそうしたんですけどそれはあの キャストにしか渡す、キャストスタッフにしか渡さないとか、あんまり多い方。キャストしか持ってないっていう、六十六エっていうね。ミラーワールド。どこのシーンからですか。ファイナル弁当する王者。あ、王者爆発する王者。とあ、ファムの。あそこから分けられてる。ファムの。ザコガリ。ザコガリみたいになってる。爆発する王者。 ねえ、そこからわかるとか、爆発はしないですからね。死お姉ちゃんの先にですね。面白い。まあそこからわかるっていうね、そういう方式でしたね。最近そうやってないですよね。じゃあ萩さんは当時この台本もらった時に、ええー、ってワクワクして一ページ目開いた瞬間爆発したんです、ね。<laughs> <laughs> そうかー。 でももう一個なんか持ってきてくれたあるもうもう一個はねこれはねそのあすみませんねなんかも出しちゃってはいこれもね当時の僕助監督だった頃のなんか資料ですね資料集っていうかちゃんと助監督ノートファイルえらいねこれファイルしてるねこれえらいねこれはね劇場版のエコンテですねうん萩尾さんって書いてないよこれはあのプロの人が書いてるそうちょっと 羽生さん、ちょっとリポートしていただいていいこれだって…持ってたんですね <laughs> 僕らも初めて見ましたもんね,ねこんなのこれあのカメラ絵立てに出したらいいじゃないですか、ね、そう…だってそ…そうですねあ,<ー>あのパネルに全部いい、ね、かい何を個人所有してるんですか <laughs> 一回うちに多分見に行くんで絶対いいですよ置いといて見るんだけどいやだって田崎監督の手書きのリュガのファイナル弁当の絵コンテとかすごいのが結構ありましたよ忍さんの目の前にね田崎メモみたいなのもあって田崎さんのねファイナル弁当トリュガのファイナル弁当に関してっていうねえ。なんかもう真面目さが出てますよねなんて書いてあるんですか 途中までは龍樹と同じだけどここ以降が少し変わっていますキック体制になる中で龍河の体が黒いハレーションに包まれるドラッグブラッカーとともに敵に向かって飛んでいく細かく指示が書いてある時ンテですね時ンテは当時はねメールとかもそんなにっていうかほぼないので。 ういうコピーとファックスの時代当時メール一斉にとかないですね、ファックスで来たものをコピーしてもらうという感、ね、ちょっとぜひどこかで、ね、あの拝見できる機会を設けていただきたいと思いますが。はいうん